ヒョンソは、1997年に逃れた脱北者で人権活動家。現在は、韓国、ソウル特別市に居住する。脱北し、韓国に移住した後、北朝鮮に残した家族を中国とラオスを経由して、韓国に逃した。北朝鮮北部、中国に国境を接する絵算子で生まれる。イは、まだ小さかった時、自分の国は地球上で最高だと信じていた。 我らに望むものなど何もないを歌って育ってきて、とても誇らしかった。北朝鮮での生活は普通だと思っていたが、7歳の頃初めて公開処刑を見たと話す。彼女の家庭は貧しくなかったが、1990年代の北朝鮮の経済困難期に、いわ、気がしている人や死者を目撃したという。いわ、その後、母の同僚の妹からの手紙を受け取った。 そこには、この手紙を読む頃には、五人家族全員が飢餓で二週間食べていないことから、この世からいないだろう。全員が床に倒れているだろう。と描かれていた。また、ショッキングな光景を目にした。女性が駅の外で倒れて死んでいた。女性の手には飢えている子供を抱えていた。当時は自分と自分の家族を守るため、誰も助けることができなかったと証言している。 1997年、イは凍りついた王緑港を渡り、中国側にたどり着いた。そして、中国にいるイの親戚に不法入国者として住むことになった。テッドでは、脱北の詳しい経緯は話せないとしている。その後、イは国流交渉で知能発達が著しく遅れているという証明をもらい、パスポートと自動車運転免許証を手に入れた。しかし、 北朝鮮人であるという告発を受け、いは中国当局に中国語力や中国に関する知識を問うなどとして尋問を受けた。しかし、彼女の父の勧めで中国語の文字を子供の頃から学んでいたことから疑いをかけられることはなかった。逃亡生活のような10年間を中国で過ごした後、いは韓国に逃れることができた。2008年10月に、 韓国のインチョン国際空港に到着した。中国で発行されたパスポートで、彼女は出入国管理局に北朝鮮の亡命者であると告げられ、別室に連れられた。そのことについては、中国人でなければ、韓国の法律に従って強制帰国させられ、その上、中国で重い処罰を受けた後、北朝鮮に送還させられると話していた。 イは国家情報院に連絡して交渉し、3時間かけてソウル市内へと移動した。韓国で生活するための講習を受け、そのごけを与えられた。韓国での新生活について楽しみと不安に包まれていたと話す。イは新生活に慣れ始めた頃、自身が家族宛に送金を行ったことが北朝鮮当局に突き止められたことと、 人気の少ない田舎に連行されそうだという知らせが届いた。イは家族の脱出を手伝うために吉林省庁城へ向かった。彼女はこの時中国語を話すことも理解することもできなかった。家族は2000マイルにも上る移動を中国で行った。その間何度も中国当局に捕まりそうになったが、イは当局に対し家族は耳が不自由だと伝え何とか逃れた。 そしてラオス国境に到着したとき、ブローカーに賄賂を支払い、ラオスに入国した。そして彼女以外の家族は、ビエンチャンにある韓国大使館に向かった。イは、その後、中国の空港から韓国に戻る予定だったが、空港で家族がラオスで拘束されたことを知った。イは、ラオスルアンナムターグへ行き、賄賂と罰金を支払った。そして1ヶ月後、 当局から解放され、家族を連れて、ビエンちゃんに向かった。そして韓国大使館まで、あとわずかのところで、家族が再び拘束された。イは入国管理局と現地警察を行き来し、解放を何とかして要請した。しかし、イはすでに所持金のすべてを、賄賂や罰金に支払い切ってしまっていた。ある日、幸運なことに英語を話す男性と出会った。 男性がイに話しかけると、すぐ ATM で必要な金額を下ろし、彼女に渡した。男性はイに、あなたを助けているわけではない。北朝鮮の人々を助けているんだと伝えたという。そして家族は解放されると、韓国に共に移動した。2011年、イは、韓国外国語大学校に入学し、中国語大学に入学した。これは、彼女が中国との貿易が、 今後大きくなっていくという考えから選んだ。また彼女は韓国の大学生と共に統一部に寄港を複数寄せ南北朝鮮関係や再統一の可能性について記した。2013年2月カリフォルニア州ロングビーチで行われたテッドにて彼女の経験について話した。彼女の講演は YouTube でも多く再生され1000万回再生を記録している。 また彼女は多くの海外メディアのインタビューに応じていて、その中で2013年5月に行われたオーストラリアの番組ではビエンチャンで出会ったオーストラリア人の男性と再会を果たした。ありがとうございます。